FX の相場解説をご覧の皆様、速稼塾のことでございます。今日はですね、2020年の11月17日朝5時9分になりますけども、昨日はセルでしっかり取れましたね。で、今日もね、セルで取っていこうかと思います。まあ、今週でね、20万円ぐらいいこうかなっていうところだったんですけども、昨日結構ね、大きな金額取りましたんで、まあまあかなと思います。ちょっとロットを増やしてもいいかもしれないですね、今週は。そのぐらいチャンスがある週だと思いますので、いつものように画面を切り替えて解説していきますね。それにしても寒くなってきましたね、だいぶね。で、画面切り替えて見ていただくときに、まずはこれですよね。これはね、いつもの通りぐーっと線を引いてみましょうか。こういうふうなトレンドを形成しますよね。で、私が売るよって言ったのがここでした。その後陰線とドカーンと出て、最後下髭を出してちょっと戻すような感じで今安定してるってところですよね。その辺が4時間によく出てます。はい、4時間なんですけども、ここら辺からね、2点天井売り出して、こうですか、こういうふうに上がってきて、まあブレイクだったんですけど、正確にはブレイクして大きく組み上げて下にずれていったということでございます。で、ヒゲを出して今大きく上に反発したんだけども、やっぱり売り勢力が強いから、さらにヒゲを出して下の方に叩きつけられて、現在値が104円の556だったということでございますね。動きがよく見えますね。で、最後の1時間なんですけども、こういうふうに下がってきてね、で、取れたのはここです。正確に言うとね、104円の688ぐらいから売りにかけていって、104円のどうだったかな、450あたりで、エグジットしたんですよね。その後寝てる間にこの形ができて、まあ、今に至るんですけどね。だからこれからの展開も一緒ですよ。一瞬上に押し上げられたかなと思ったら、やっぱり売りの勢力が全時間軸で強いもんですから、やっぱりこのトレンドの方向にね、戻っていくってことです。で、今横ばいになっている状態ですけども、これもいずれ下に向かうってことかなと思いますよね。だからこう曲がり花を打ってセルでエントリーして、まあ、さらにね、利益を追求していこうかと思いますね。はい、ということで、昨日はね、非常に取りやすかったかなというところでございますけども、今日もね、同じようなパターンだと思います。あと数時間したらエントリーしてね、それから夕方に決済ということで、日中はチャートを見ないで過ごそうかと思います。今日はそれでいいんじゃないですかね。104円の557から104円割るところまではいかないけども、そうですね、104円の200台はありえるんじゃないかなと思いますよね。まあ、根拠としては全時間軸が売りに入っていて、1時間でもご覧いただいたようにね、上にバーンとやってもすぐに下にガッと落ち戻されるでしょ。だから売りの勢力がずっと強いわけなんですよ。ということで、セルで負けることは今週はなさそうだなと思いながらも、ロスカットラインを設けながらやっていきます。いってらっしゃい。